太郎のビッグバン。はい、堤幸太郎でございます。今日も腕立て伏せ実験5月の末まで続けますけども、今この指先にあるうねうねってしたこの指先で合ってるな、うん、これだ、このうねうねってしたやつがですね、何かって言ったら名前が一本桜って言うんだって。うん、桜の木なんだけども、どう見ても一本じゃねえだろうと5、6本が束になってて、ほんで1個の桜になってるようなところに今来てます。これもブブル公園のうちの一つっていうか、ブブル公園の端っこの方、こうビーってやっぱり山ばっかはい、杉庵さんの計算によると、東京ドーム2個分の広さがあるっていうことらしいので、まあ広いもんだよって思ったのは、どっちかって言ったらブブル公園じゃなくて東京ドームって結構でかいのねって思ったぐらいで、はい。なので、今から私ダメの一本桜で腕立てっていうのをやってみようかと思います。はい。でこちらにはやっぱりりくくんがですね、ここにいるわけですよ。だからりくくん私ダメのっていうそんな感じ。よいしょ。でもこれを管理する人たちって偉いよねと思って、めちゃくちゃな広さがあるのにちゃんと芝刈ってんだもん。ここボーボーじゃないもんね。だからすごいなと思って、で今日も今日はあえて、うん、今日は忘れてじゃなくて、つけたまんま、あの加圧ベルトをやったまんまやってみましょう。昨日できたから今日も多分できると思うっていう妙な自信が。どうだい、行ってみよう。30。40、50、60、70、80、90。よいしょ。今軽くね、フラフラしてるんですよ、これ。ちょっと動き出すまで待ってくれ。よし。よし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 、オッケー。ということで、100回の腕立て伏せが、いい感じにできるようになってきたのかなっていうのが実験結果で、今のところね、その最終日にどういう結果になるかは分かんないけれども、で鍛えたところっていうのは確実に太くなるっていうことも分かったし、妙な張りが出てくるっていうことも分かりましたということで、はい、次の動画でまたお会いしましょう。はい、では皆さん、シャバダダビア、シャバダビア、ダバダバダ。Yeah.